はい、今日はワンピースカードゲームですね。プレミアムブースター、これ6パック開けていきたいと思います。ネットの方でね、定価以下で売ってたんで、まあ、買ってみたんですけど、まあ、当店では、レア抜きサーチ等は一切しておりませんということで、買ってみたんですけど、さあ、どうでしょうか。ドン。衝撃波。犬嵐。1時、鶴、3時、ああ、これボックスに1枚のカードでしたっけ、まあ、?10 パック1ボックス入ってるんで、そのうちの6パックですからね。おう、オーディ・ジョーンズの、SR かな。で、レッドロックの、まあ、レア、はい。パラレルとか出なかったらちょっと、信用ならないって感じですね。あ、ドンのゾロのやつですね。これ金枠のやつ欲しいですね。デリンジャー、デュバル、ベルゴ、ガードポイント。お、サンジが2枚目出たってことは、これまあボックスまたぎみたいな感じなのかな。リューマのレア、ハンコックの SR、アーロンですね。3パック目。デュバル、ワイパー、デリンジャー、カリファ。サンジ、またサンジ出たんだけど。サンジ3枚。これボックスに1枚じゃないの。バルトロメオ、月光モリア、ベロベティですね。はい、3パック終わってパラレルはまだ来てないですね。パラレルの確率もどうなんだろう、5分の1どのぐらい。2枚3枚、2枚か。マキノ、ミホーク、エルトール、ベッジ、ヨンチのカードですね。アルコのレア、ピンスモーク、レイジュで、スムージーですね。まだ来ないぞ。SR は確定してるパックなんで、なんか外れてる感じはしないんですけど、まあ外れてますよね。まあ、ここで、ビビのドンカードですね。これの金枠も欲しい。シンドリーちゃん、サンチのピラフ、ヨンジ、ネコマムシ、ベッジ、ヘルメッポ、バルトロメオ、お、シークレットの、シャンクスですね。これもめちゃくちゃ出てるから、本当なんか値段下がったって感じしますよね。どのぐらい？もう数、200円とかで売ってるのかな。はい、シークレット出ました。で、サトリーですね。シークレットが出たら、外れとは言えないのか。パラレルが出て初めて当たりって感じしますよね。ドン、アッパーヤード、ライゾー、プログレス、ゴムゴムの大土、エルトール、1G、白星のレア、サボの SR、ベッチですね。はい、ってことで、まあ SR は確定パックだったんですけど、まあ、シークレットが1枚出ました。6パックでシークレット1枚、パラレルが欲しかったですね。はい、ってことで、まあネットで購入した6パック、まあ、定価以下、定価550円とかなんですけど、どのぐらいだろう、400円切ってたかな、1パック。まあ、定価で買うより全然安い感じでしたね。とりあえず、また、ちょっと、もう1セット購入したいですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。